インタビュー嫌です辛いです。何回目やろ。5回目か6回目ですかね。5回目、はい、どうです大変です他の踊りと比べると全然楽です。そっちの方ずっと、はい、どうですか、ケビンさん。はい、ケビンさん、いかがですか。あまり見てないのでただ、覚えはいいみたいですね。あ、うん、よく6回くらいでここまで来たから、うん、覚えはいい方だと思いますよ。あ、そのためにはケビンさんにがっちり覚えてもらわないとね1週間やそこじゃダメですね。まあ3年くらいかけて、はい、本当は10人ぐらいで来てもらうのにね。ああ、そうなったらいいですね、うん、あの NPO のメンバーを連れて女性でも大丈夫ですよね。全然 OK ですよ。はい、全然 OK です。今日か足がパコンパコンってつかさらねえわけな。パコン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 ってつかさるわけな。お前たちは全部パコンパコンパコンって、右がパコンって上がって左が全然上がらないとか、左がパコンって上がるけど右が上がらないとか、
そうじゃなくて、右も左も同じテンポで同じだけ上げないと、膝を。はい。ゆうせくんと言ったけどさ、僕と言ったけど、前夜の時にもう少し膝上げないと、もうちょっと膝上げて、体でこう振ってあげる。で、最後の時だけぐっと首に巻きつくように。からぐるっと回る時の足さばきが、足そこで入れ替えないで、ずっと左でぐるっと回る。左足でぐーっと回って、で、まあ、とりあえずクオリティまで、はい、そこで足入れ替えないの、2人分飛ぶっていうことを意識して。
して、あの一人遅れると後ろも遅れちゃうから、ちゃんとジャンプして。はい、じゃあもう一回。上見てもらって。じゃあ、はい、上見て。揃えろ、ちゃんと揃えろ。いくよ。はい。せーの。さあ。Thank you.
この前見てね。せーの。